はい、こんにちは、ヨシヒサです。ってことで、今回は、足枕をね、買いました。はい。私も、アマゾンでね、買ってきましたので、今から開封していこうと思います。これかなり、自分としておすすめかなと思います。まあ、とりあえず、開けていきましょう。ってことで、開けていきたいんですけど、足枕を買っていました。低反発クッションの日本メーカーです。で、色はブラックにしました。はい、こんな感じになります。出してみます。よいしょ。はい、まあこんな感じで、はい、なってます。今からと開けていきます。よいしょ。はい、こんな感じかな。怪我しないようにこんな感じです。これで合ってるのかな。はい、こんな感じです。あ、はい、足枕のブラックになります。ギフトボックスにね、入れてるみたいです。で、サイズが長さが400で、幅が200、厚さが100になります。で、素材がポリウレタンで、これブランドなんて書いてんだろう。これね、整体師の推奨で、あ、なんか落ちた。で、とりあえず使い説明書が入ってます。はい、まあフィットレスとして、あと足枕として、膝枕とか、あと腰にねかけたりも、できますね。です。まあカスタマーセンターとか、書いてますね。これやったです。で、下、あ、下がちゃんとレビューをねちょっと見てたんですけど、これねマジで動かない。これいいわ。これいいぞ。普通、だって足枕なんかね、この下がない、例えばこの表面がボコボコしてないから、これツルッとかしたり、なんかなってるけど、これは本当に、マジで動かない。これ本当におすすめ。ちょっとね、足を乗せてみたいなと思います。ちょっと一旦ね。とりあえず、まず、どんな感じか。あ、すごい。これいい。非常にいい。で、こうやってかけたりもできますし、あと、腰とかにもね、ちょっと一回やってみます。腰、どんな感じか。ちょっと、ここで。はい、すいません。ちょっと、やってみたいと思います。ここでね。非常にいい。腰に全然かからないというか、本当にいいです。で、洗いもね、しっかり、はい、できますので、ちゃんとね。あと、蒸れたりとかもしないので、で、ちょっと、ジャック開けてみたいと思います。なんかね、あ、すごい。なるほど。こんな感じでなってます。ね。ちょっとこれは、あれなのかな？まあ、ここはそんなに。はい。中開けるときは気をつけてください。うん。すごく。触り心地も結構良くていいかなと思います。じゃちょっと足にね、実際どうなのか、やっていこうと思います。ちょっとね。
子を置いてみて、ね、足元にも、はい、あ、いや全然いい、これね、これでもありだし、例えば足マットとかマットにこう引くのも全然ありなのかなと思います。本当に夏場とかでもかなり蒸れる時もあるんですけど、これはね蒸れない、あの蒸れてもしっかり、これは本当になんか汗とかね、足裏かく人はかなり汗ついちゃうと思うんですけど、これは本当に汗っかきな人でもおすすめかなと思います。これいいわ、これ普通にこれ便利というか快適、これ本当にあの実際ね購入してみて実際に体験してもらえると一番いいのかなと思います。全然夏の時も蒸れにくいし、まあ冬ちょっと寒いと思いますので、まあそこはね、靴下とかで履くか、まあここを、ま、この、こういった布、まあ、バスタオルとかなんかでここで敷いて、足を、まあ擦れるとか、まあかなり、あとね、滑りにくい、非常に。これ、あと、動かない。本当に、これ。これいいね。動かないっていうの本当にね、普通にね、こう、あんまりするとコロンってなってしまうんだけど、これは、動かないし、覆った時に低反発なので、足にちょっと体重かけたとしても、本当に楽。いや、これ楽だわ、本当に。使いやすい。使いやすいのと、あと、蒸れにくいのと、かなり耐久性でもあってね、あ、これあと、メッシュのカバーになってます。メッシュのカバーで、あと、通気性もね、いいと思いますので、まあ、この夏、春、秋、冬、まあ、このシーズンにかけても、使いやすいのかなと思いますので、ぜひね、この足枕、もし、検討されてる方は、ぜひ、ちょっと検討してみてもいいのかなと思います。実際ね、購入してみて、ちょっと、はい。うん、これは本当におすすめかな。ちょっと、自分もね、ちょっと足枕、買ったことなかったので、ちょっとどれにしようか、見てたんですけど、これにして、まあ初めてね、開封して初めて、座ったんですけど、本当に、これはいい、本当に、おすすめだわ。あと洗濯もできますので、まあ清潔もあってね、いいのかなと思いますので、ぜひ、足枕、購入される方はぜひ検討してみてください。はい。ということで、今回は、こちらの、足枕、足置きの、低反発クッションです。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。